DS PDS。 Hey guys, マイキャットね。梅雨がね、もうそろそろ明けるってことなんでね、スイカでね、開会マシクジュ夏の開幕式を始めてみましょう。はい、で、6年前ぐらいにもね、やったんですけど、ちょっとね、物足りなさがあったんで、今日はね、360度ね、こう巻きつけて、ガーラの砂漠ソースみたいな感じで、スイカの雨をね、降らしてきて、うわす、砂漠輪ゴム、パカパカ、ひょひょぴちゃーって感じで。でも前やった時もね、めっちゃ時間かかった記憶があるんだよね。100均のね、輪ゴムでちょっとやってみましょう。ちょっとね、最初が結構むずいんだね。あはめっちゃ飛んでいくんだよ。ね、滑るスイカ。てか、これ始めた人って誰なんだろうね、最初に。こっちを確立してから縦もやります。でかい輪ゴムね、なくなっちゃったんで、ドンキーホーテで多分ないと思うんだよね。ちょっと、まあ、買いに来ますけど、もうダイソーとかやってないんで、はい。なんか少なかったんですよね、量が。買いに行ってる間これ爆発しないからちょっと怖いね。次の日。怖いんだよ。メリメリって言ってるもん。怖いわ、これ。でも早くスイカ食べてえな。私が大統領になったらね、スイカを大切にする。おお、ちょっとだけ切っていいっすか、上。ちょっとだけ。はさみチョキ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 。まあ、ちょっとだけで、ちょっとだけだからね。いて、いて、いて。でも、下のゴムがあるから、こう上からパチャン、パチャプトーってなるかもしんないんで、楽しみっすね。うん。なんかイソギンチャクみたいで可愛いね。やべべ。こんな感じでソフトボールになっちゃいましたね。ちょっと食べましょう。変色してるよ、これ。スイカの色じゃない、外側が。めっちゃ水分含んでる。では、いただきドンティ。圧力が全体にかかってて、うまい。うわ、はい、って感じで。ちょっとね、砂漠ソースみたいにはできなかったっすね。なぜかっていうと、やっぱ全方向から圧力かかってると、全くね、微動だにも映してないんで、集中一点型じゃないといけないと思います。でも今回は、そのハサミを使ったことによって、ボンバーマンのね、ハートの爆弾みたいに、いつでも爆発することができたんですよ。だからそこはちょっとね、大発見だと思ったんで、梅雨明け、万歳！し、あの、し、PDS。株式会社チャンネル登録よろしく。